施工の不備が発覚したレオパレスの株価が急落しました。レオパレス株には売りが殺到し、ストップ安の水準で取引を終えています。賃貸アパートの施工に不備が相次ぎ、最大で1万4000人の住人に引っ越しを要請する可能性があるレオパレス21の株価が急落しました。終値は昨日よりおよそ2割安い415円でした。また2018年4月から12月期の決算では、今回の問題で特別損失を計上したため439億円の赤字となりました。一方、先ほど転居するよう要請を受けた入居者からは困惑の声が上がっています。急な話だったんで、まだ気持ちの整理っていうのもまだできてない状態なんですけど、引っ越してきてですね、半年ほどなので、スムーズにやっぱり引っ越ししたいっていうのがやっぱり一番大きいんですよ。火災とか起きたら生命に関わる部分っていうんですかね、最低限の部分だと思うんで。